体を弾ませたり、揺らしたりして遊べる紙コップオラフを作ります。上、真ん中、下、3つの紙コップを使います。まず、一番下の紙コップ、重なった部分の両側に2つの帯を切っていきます。幅は 1.5 センチぐらい。縦にカットして、飲み口側を横にカットします。カットしたら、このように持ち上げ、一旦内側に折り、外側にこのようにカーブさせます。このようにカーブさせます。続いて真ん中の紙コップです。重なった部分の両側に先ほどと同じように2つの帯を作ります。先ほどよりやや狭い1センチ幅ぐらいでカットします。カットしたら飲み口側を横にカットしてこのように上に持ち上げ、先ほどと同じように一旦内側にしてから外側に、一旦内側にしてから外側に、このように曲げます。さらに真ん中の紙コップはこの部分にも切り込みを入れます。5ミリぐらいの細い切り込み。これはオラフの手になる部分です。反対側にも5ミリ幅で切り込みを入れ、今度は底の方、先ほどとは逆の方を切って広げます。こちら側も底の方、さっきとは逆の方を切ってこのように広げ、このように折り曲げ、手を表現します。一番上の紙コップ、V の字にこのようにカットして、このように外側に持ち上げ、口と鼻を同時に作ります。この紙コップの底、3つの帯を作り、オラフの髪の毛を表現します。このようにカットしたら、立ててオラフの髪の毛です。顔を描きます。鼻のすぐ上に目を描き、上の方に眉毛です。
鼻の部分にはこのようにマスキングテープを巻いてもいいでしょう。カットした部分を後ろに向けて重ねます。あとはシールでボタンを表現すればオラフの完成です。頭を押すとビヨーンビヨーンと弾みます。ぜひ作ってみてねー。